まあね、ガールズトークしてるから今。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、はい、それじゃあちょっと一旦鐘を鳴らします。いっせい。さあ、新たな仲間がやってくるかな。ビルドレベル4、これでマックスか。なるほど。回復兵たちのベホマラの回復量が上がった。おお、いいやんいいやん。お、また新たな兵士たちが、新しい仲間がやってきた。またなんか色が違う。緑、青、赤。あの赤は一体何兵？何何？アイナはたくさんのレシピをひらめいた。え、牢屋とかもできるやん。なんか罪人を捕まえたりとかできるってこと？罪人。ビルダーの鐘の力で皆のものづくり力が上がったようだな。捕虜の鎖に牢屋の扉、牢屋の壁をひらめくとは。よもやスパを入れるために牢を作るのか。鐘の音に導かれて新たな兵士もやってきたようだ。これでさらに戦えるものが増えたな。あ、そっか、魔物と話しよる人間がおったって言ったんか。人間側にもおるんか、その裏切り者みたいなのが。そして回復兵が使うベホマラーの効果が高まったみたいだ。これで体力を大きく回復してもらえるよ。よくやってくれたな、アイナ。この調子でハーゴングに立ち向かうぞ。立ち向かおうぞ。頑張ろ。では、アイナ、新しくやってきた人たちに声をかけてみてくれ。はーい。あ、来る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 。来た来たー。これは驚きました。城がこんな姿になっているなんて。これはまさかあなたが作ったのですか？さよう。すべてはビルダーであるアイナが作り上げたものだ。それはすごい。ビルダーは破壊の手だと聞いてますが、これなら強打にも対抗できるのでは。うん、わしはそう信じておる。どうかそなたたちも城に戻ってきてくれ。わかりました。私たちもここでハーゴングに戦います。共に敵を倒しましょう。兵士が4人仲間に加わった。別に普通に兵士、なんか特に回復とか何もなく、ちょっとよくわからんねえけど。色が違うだけですか。まあ、とりあえず何の説明もなかったね。みんなそろそろ出城はできる？完成します？違う違う、こっちこっち。はい、はい、結構でかかったな今の。もうすぐ完成かな。ほら 92%、 あと 8% やってことは、もうすぐ出来上がるはずやね。よきよき。どんな感じになりよん。ほうほうほう、結構前の方まで。んー、こういう感じなんや。これがギラタイルやろ。あ、これか。これが何やった、忘れたけど。なんかなんかね、この辺もちょっと邪魔だな、なんとなく見た目的に。この辺のちょっと取り除いておいて、骨とかもね。よしよし。お、私ちょっと細かい掃除だけしておくね。あ、別についてきてくれなくて大丈夫よ、全然。全然。でもこの辺、私あれだよね、無限に使えるようにしとるやつやけんな。枯れた木とかもなくていいかなとも思いつつ、とりあえずその辺はちょっと置いとこうかな。結構やっぱり範囲広いよね。よいしょ。あ、どうも。頑張れよ。頑張れよって言われた。この辺のはあれよね、別になくていいやつやろ多分。別に大丈夫よね、壊しても。私ちょっとお掃除しよるだけやけんさ、そんなに頑張らんでもいいんやけど。よいしょ。これで間違って置くべきものを取り外してしまったりとかするかも。その辺はちょっと気をつけます。あと 2% や。頑張れみんな。これ何？これいらんやつよね。あ、石材石材。よしよし、オッケー。おお、はしご。
何やってんのあれ。何にもできてないやん。え、何にもできてないやん、そこ。あと 2% よ。ふぅ。いいね。なんかもうあれやね、全面罠だらけやんね。やば、こんな感じなんか。ほうほうほう。さあ、あとちょっとで完成だわ。よいしょ。そろそろね、この辺のベッドとかも移動させたいんやけどな。ねえ、いつまでも玉座の間に置いとくっていうのも、あれじゃない？あれじゃないって思うんやけど。でもなんか置けそうな場所がないんよね。あのじゃがいもって誰か収穫しようかな。ちょっと墓地の横に部屋を置くっていうのもあれやし。なんかな。ね。おお、何？対比公平断石器図が完成。やったね。やっぱ後ろの方にちょっと部屋を作っていくしかないんかな。どこがどういう感じかちょっとよくわからんかったんやけど、今。イエイ！できたね、できたね。うわ、みんなからハートが吹き出してくる。お、おったおった。やや、バキバキウムを置いてデジロンの設計図を完成させてくれたんだね。君たちがね。バキバキウムは竜巻を発生させて、空中の敵を地面に叩き落とすことができる。これで飛行兵団とも戦えるだろう。あ、あの時のなんか、気絶した状態みたいなやつ。それにしても大変なことになったね。この城の中に今も裏切り者がいるなんて。裏切り者も気になるが、私はシドウのことも気にかかる。彼はどうしてラーの鏡に映らなかったのだ。まあそこね。君の前で言いたくはないが、彼はどこか他の人間とは違う。どうしても不穏なものを感じてしまうのだ。いずれにしても城の中の人間を信じられなくなることが一番怖いことだ。なんかリック怪しくない？人間ではあったけど裏切り者なんじゃないの。住人みんなを問い詰めるのも難しい。今は敵が尻尾を出すのを待つしかないね。最初からなんかノリノリやったやん。なんかね、なんかね。ん？これは魔物の気配か。お、やってきました？ということだ。戦いますか。あいな、ハーゴン軍の連中が迫ってるみたいだ。おそらく飛行兵団とかいうやつらだな。あいなよ、わしが考案した手投げ爆弾は作ったか？あれがあれば戦いが有利になるぞ。どうだいな、敵をぶっ倒す準備はできてるか？手投げ爆弾はちょっと作ってないな。作っとく？ちょっと待ってね。作れるんかな。手投げ爆弾ってどこ？こっち？向こうか。手投げ爆弾。使うかどうかわからんけど、とりあえず作っといて損はないかな。手投げ爆弾。あ、これか。作っとこうっと。20個、30個。ん？8、9。とりあえず50個ぐらいでいいかな。はい、作ります。オッケー。まあね、使わんかったとしたらあれやし。はい、これで準備は整ったぜ。行こう。はい、もう戦えるよ、私は。準備はできてる。もう一応みんなにも強い武器を渡しているはずだから。それにしてもいいな。お前が俺にあの鏡を向けたとき、正直言って悲しかったぜ。おっと、すまない。この話をする気じゃなかった。さっさと敵をぶっ倒すとしよう。いや、まあ一応全員やったからね。リクやアネッサも確かにまあまあ強い。だが俺の方が断然強いぜ。わかってるよ、それは。はい、バトルスタート。モンスターを倒せ。手投げ爆弾。ね、私にもスクルトかけてくれた？全然かかってないと思うんだけど。ちゃんとしてよ。来い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 。手投げ爆弾どれぐらい飛ぶの？お、落ちてる落ちてる。は、結構すぐ下やな。全然ダメやん。もうちゃんとして切り刻んでやる。へい。ディ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 。まあね、下に落ちてしまえばこっちのもんやしね。もうなんか強くない？みんないいやんいいやん。やったね。いや、あれからね、武器もさ、この炎のやつ、これにみんなの武器を切り替えたんよ。やけんより一層なんやろうね。だいぶ強いわ。これいる？邪魔じゃね？関係ないやつやん。へい。へい。いや、
やめてよ。守備力上がった、ありがとう。もう一回でかい敵がやってきたらちょっと必殺技使おうか。お、かい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 、空腹で倒れそう。ちょっと待って、ベイクドポテト、ちょっとみんなが頑張って戦いよる後ろでベイクドポテト、さあ早く落ちろ落ちろ。おーし、来た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 、よし、いくぜー、どりゃ、いいね、てて目の前でベイクドポテト食べた、違うんよ、えい、お、消えた消えた、あっという間、待って、ベビーサタンが、お、ここここここ、こ、こしゃくな人間たちですね。私が直接その体をついばんであげましょう。さあ死になさい。おお、スターキメラ飛行兵団長、巨大なキメラ来たー、ほいよ、空がガラ空きですよー、ガラ空きでいいね、みんなみんな戻っておいで、こっちに来て、ちょっと落とそう、あいつ来いよ来いよ、へいへいへい、どういう仕組みなんやろ、なんか近づいてきたら、近づいてきたら作動するんかな、何で作動しようかがちょっといまいちよく分かってない、え、キメラ、キメラ全然効いてなくない、大丈夫、いや痛い、いや痛いわ、お、キメラ行くぜ、ペイ、イエーイ、こうやってね風で落とされて、で落とされた下には炎踏んだり蹴ったりの状況なわけですよ、公平団にとっては。いくぜいくぜいくぜ、ベホマラーとか使える、ありがとう、回復兵たち優秀、イエーイバトルコンプリート、イエーイ、やったね、グガガガガ、人間め、生意気ですね、素直にやられ続けていれば良いものを、しかしこの程度ではデーモン兵団には勝てないでしょう、ゴフ、デーモン兵団が最強なの、見た目的には最初のが一番ね、ジューマ兵団やっけ、あっこが強そうやったけど、そんなことはないのか、やったないな、これで飛行兵団をぶっ倒したぞ、やりましたね、アイナさん、やっぱり飛行兵団にはバキバキウムが効いたみたいです、しかし残るデーモン兵団は一筋縄ではいかぬだろう、気を引き締めてかかろうぞ、それもまた弱点を探しに行くの、アイナよ、デーモン兵団との戦いの前に壊れた城と出城を修復しようぞ、あ、お願い、修復はいつものようにビルダーであるわしらに任せるのじゃ、お主はここで待っておれ、ありがとう、イエーイ、拠点がほぼ元通りになった、飛行兵団を倒せ、ミッション達成、あとはデーモン兵団か、どうじゃいな、見事修復が完了したぞ、見てたよ、ん、あ、あれはなんじゃ、何、え、拠点を狙うモンスター、マジで、またなの、あれがデーモン兵団、ちょっとよくわからんけど、強い強い、強いんやね、ちょっとちょっとちょっとやめてやめて、痛い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 よ、はい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 、ちょっとさ、ロボットやけんさ、そのハンマーの方が効くんじゃないかなみたいな、違う、そんなことない、弱いわ普通に剣で攻撃した方が強いわ、あ、やめてください、デデデデデデ、まあ、一応すぐにて一応すぐにやっつけれはするっぽいけど、やめて、これ邪魔よね、普通にやっぱ普通に、ちょそっち行かない、ちょっと必殺技でやっつけようとしたのに無駄になってしまった。
なんとか敵を倒したね。おそらく今のがデーモン兵団だろう。デーモン兵団はデインバリアもものともしない連中だ。一体どうすれば。わっはっはっは。悩んでおるな、アネッサよ。こんな時どうするか。答えは一つだ。悩んだら寝る。寝て英気を養う。これぞ最高の解決方法である。王様。これが王の器というものか。そういうこと。あゆな、これからのことは明日から考えるとして、今日のところは休むとしようか。まあ、考えてもわからんもんはわからんもんね。くふふ。よくぞこれを持ち出してきた。褒めて使わそう。悪魔神官様、お褒めいただき光栄です。あ、裏切り者。ここまで兵団を追い詰めるとは、ビルダーも指導とやらも、やはり厄介な存在だった。しかしお前の判断は正しい。いくら勝とうと、滅びの日は避けられる。死からは逃れられるのだ。王様じゃないよね。お願いです。どうか、どうかお救いください。アトラスさんもすぐにお見えだ。このままうまくことを進めれば、そなたの願いを叶えてやろう。誰、明らかにならないの、まだ。何を持ち出したんやろ。あゆな、私は時折考える。信念とはどこから来るものなのかと。教団の教えは絶対だ。だが絶対的なものは外から与えられるものなのだろうか。戦い続けることがムーンブルクの民の定めならば、私は、あれやない。ラーの鏡やない。違う。おい、二人だけで内緒話か。随分仲が良しそうじゃないか。まあね、ガールズトークしてるから今。まあいい、リックの野郎が呼んでやがるぞ。リックが誰を。私。ちょっと待ってね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てか立て続けにモンスターやってきたけどさ、2回目モンスターやってきた時の修復はしてないんじゃない。みんなしてる。あっちの方がボロボロになった気がするよ。